はい、えー、こんにちは。今回ですね、J コスメの関連企業である J6 からシンガポール法人ブロックチェーンネオからの情報になっていきます。ブロックチェーンネオは独自の公式ホームページもございますので、そちらの方もチェックしてみようかなと思いますけど、まずお知らせしますね。えっと、2021年9月25日のことですけど、 シンガポール法人ブロックチェーンネオンからの情報ですと2021年になりまして暗号資産の業界は大きく変動しております2018年に始まった JB コイン えー、JUNEX 取引所も時代や業界の流れに合わせリニューアルしていきます。最新の情報に基づき、さらには今後価格が大きく上がる可能性の高いコインにリニューアルいたします。10月リリース予定ですので、楽しみにお待ちくださいと書かれてますん、ね、で、わざわざね。えー、ということは今10月ですから、10月12日ですから、 もう間もなくですね、このブロックチェーンネオという模倣をすでに忘れかけていたようなプロジェクトが再開するということなんじゃないかなと思います。まあ資金面でも人員的にもかなり苦しくなってきました J グループですけども、こうやって関連グループを一つ残らずね、なんとか救い上げようとする姿勢に、まあただこうやって目を見張るだけなんですけども、あまあ私もね、ちょっと疑問がないわけじゃなくて、こんな、なんですか、スタッフさんどこにいるのかなと。 まあでもこれがねもしうまくいけばいわゆる返礼金の方にも資金が何歩かね流通されるような気もするんでちょっと期待して待ちを待てるんじゃないかなと思いますけどねうんまあ前回の記事が半年前3月だったと思いますんで久しぶりの更新になりますけどもまあ進んでることは進んでるのかなっていうところでございますちなみに J コスメの本家本元の方ですねこちらの方にはまだ動きがないみたいなんですね で、最新の記事っていうのは、8月22日の訴訟の件から動いてませんから、うーん、まあ、成りきを見守るしかないのは変わらないんですけども、私の方から様々問い合わせはしたりとかね、えー、例えば、菅原会長と対談とかどうですかとかね、新しい情報を流して、ちょっと J グループに関連の持ってる人に励ましを与えてみましょうみたいなことやってるんですけども、出てくる情報は、あの、なんていうんですかね、 やっぱり J コスメは悪い会社だったみたいなことばかりで。えー、まあ、いざ破綻するとね、破綻はしてないんですけども、いざ返礼金が遅れたりとか、不足の事態が起きると、すぐに詐欺,詐欺扱いする人はいますけども、事業っていうのはやっぱりね、悪い時期もありますんでね。えーまあ、これが最初から意図して、人からお金を巻き上げる仕組みになったっていうことはあんまり考えられないのと、うん、やっぱね、 有名な、有力な政治家さんも関わっていたりとか、あの、顧問に入っていたってこともあって、それが、あの、まあ、自民党に対してのす、ね、攻撃の矢にもなっているんで、ま、なんとも言えないところがあるんですけどもね、うん。ま、ぼそぼっと語ってみました。とりあえず、こうやって、逐一で、ね、私は、情報が更新されてるのはチェックして動画化していますんで、細々と、たった一人の戦いかもしれませんけども、今後も続けていこうかと思います。それじゃあ。